ご飯切らしてたんでチンしました。なんか冷凍ご飯のさ切らすタイミングって本当は一人暮らしあるあるだと思う。あとね、久しぶりにこちらファンタズミックのマグカップを復活させました。なんかこのマグカップのコレクションもいつか紹介したいな本当に。それではいただきます。美味しそう。もう今日はね、この後もあのアパレルのグッズ撮影とか日中ねあったりとかするんで、あと打ち合わせとかあのイベント会のスケジュールとかもだし、あと YouTube のね動画のスケジュールとかもあったりするんで、お家でささって食べられる鍋にしました。変えてもいいよね、普段となんか一緒というか。いやでももう、ね、キャベツも白菜も少なくなってきたんで、また冷凍貯金しなきゃ。もう去年のやつじゃないですか、作りじゃない、パーフェクトクリスマスとなんですけど、あ今年はちょっと飾るとこないな、まあ、それこそ飾るとこないけど下に飾っちゃおうかな。下に飾ってもいいよね。なんかクリスマスちなみに下はこんな感じになりました。中にちょっとパフェクリが隠れてます。ここもね1年間ずっとこのままなんですけど、デルちゃんが倒れてる。はい、というわけで企業さんからスターウォーズのスケートボードいただきました。結構練習すれば楽しいっすね。行きます。ダース・ベイダーの印象的な存在感を表現したブラックを基調としたデザイン。デッキ表面にはスリップ防止コーティングが特徴。他にもバックライトもついていて暗闇でも明るく走行できます。軽量でオリジナル設計のドックで立てかけやすいところも特徴です。実際に使ってみた感想は、とにかく持ち運びに便利な軽さがとても良かったです。大好きなスターウォーズでスケートボードを持ってお出かけしたくなります。今回ご紹介している商品は、バックライトやスケートボード本体の他にも、スケートボードを中に入れて持ち運びできる収納用バッグやマニュアルも付いています。他にもスターウォーズエディションはストームトルーパーもお取り扱いなので、詳しくは動画の概要欄のリンク先チェックしてみてください。
と東京ディズニーリゾートで売り切れだったリルリンリンのクッキー、今年も買えてよかった。まさかこれが早くなくなるとは。あとは私、香港ディズニーランドに最近行ったので、香港ディズニーランドのワールドオブフローズン、アナと雪の女王エリアとコラボしているゴディバをいただきます。本当に今年のクリスマスのマグカップデザインが素敵すぎて、もう一目惚れで買いました。でもハモカラはやっぱ入ってるよね。40周年の楽しみ方はちゃんと入ってますね。このレストランもね、大事ですよね。なぜなら金額も変わってるし、なくなってるメニュー、新しく入ったメニューとかも追加されてるんで。あー、見やすいマップ図載ってるじゃん。座席の数かな、これ座席の位置まで詳しく載ってるね。そしてこのディクショナリーもさ、ディズニーファンがたくさん載っけてくれたの。これあんな1ページずつだったものを綺麗にまとめてくださってるんですね。すげえ、これ情報量詰まってるじゃん。美味しそう、ゴディバのワールドオブ、美味しそうですね、ワールドオブフローズとゴディバのコラボ。うん、あ、カカオがすごい濃い。なんかカカオの味の深さがすごいある気がします。バターも濃いですね。